まだまだここからのスタートになりますが、ただ鍵を手に入れてるのでね、どこ行けばいいのかっていうのは分かってる。ただその前にね、やっぱあのデブ捕まえておきたいな、この部屋のね。結局前回攻略できずまんま終わっちゃったので。なので、まずはデブから捕まえよう。いきなりこれバナナの皮あるから危険なんだけどね、吸い取っておいて。で、まずデブを捕まえるためには、このね、炎のエレメントを獲得して、ろうそくに火をつけること。つけて、これで終わりじゃない。チャーハン的なもの食ってるんでね。チャーハン的なものというか、もうチャーハンだよ。それを吸い取ると戦いが始まるんだよね。で、こっからの攻略法がいまいちわからへんねん。ちょっとこれはサーチして調べないとわかんないかな。普通に吸い取るのは、どうなんだろうね。できんのかな？案外普通に行けたり。どうだろう、難しいな。火吐くので、なかなか近づくこともできないんだよね。テーブル越しになるから。ああ、ダメだね。なんか、普通に吸い取るだけじゃダメなような気がする。全然吸い込めないわ。かといって炎のエレメントを生かすわけでもないからね。ほら、違う。これ近くいたら危険やわ。遠く離れとこう。うわあ、もうちょっと待って、炎当たりまくりやんけ。ずっと燃えとるで。なんとかしようないの、これ。なんか今チャンスっぽいんですけどね。なんか今動き止まってたよ。定期的になんか止まる瞬間あるよね。ずっと炎を吐き続けるんじゃなくて、ほら、ああ今だ。なるほどね、疲れたところってことね。これでも待って、回数も多いな。これはどうだ。そのああ、あかんかんかん。うわ、ちょっとダメージも受けてるからね。これで捕まえたかったんだけど、なんかこれも疲れるの待たないと。炎を吐いてる間はどうしようもないので、で、これは避けつつ、止まる瞬間だよね。あ、今だ、今。こういうことね。なるほど。前回はこれをちょっと見ることもなく先に進んじゃったからね。これ、もうわかんないまんまスルーしちゃったけど。わかりやすいな。またキノコ取っちゃった。オーマイガー、だいぶちっちゃくなってる。踏み潰されんで。巨漢男、巨漢お化けに。あと一回かな。やめろやめろ、お前ちっちゃいルイージに向けて撃ってくるんじゃねえ。なんやねんその火球、リオレンスかお前は。今疲れた。じゃあ多分これでいけるはず。よーし、入りきるのかこのバキュームの中に。相当不定ぜこいつ。でこれは何なの。あー、コインってこのね。オーケーオーケー、ゲットゲットゲット。おお、ダイヤモンドまでゲットしちゃいましたよ。じゃあここ行きましょう。またここから次のエリアに繋がってるはず。もうそろそろちょっとマリオの姿とか確認したいんですけどね。まだ一度も見てないからな。で、こっからどこだ？外に出てきた？裏庭だってよ。外は嫌だろ。中も嫌だけど、外はなおさら嫌だよ。もうすぐ中入りたいね。うわー、お化けも出てくる。ちょっとダッシュダッシュダッシュ。とにかくこっちに進んでいこう。で、この先、あ、ここ扉あるわ。オッケー。おいおいおい、鍵が必要なパターン。こんな外に鍵なんてねえだろうね。なんやねん、このチビどもは。後ろついてくんじゃねえ。こんな小屋的なものあるね。おお、ダメージ受けた。で、キノピオいんじゃん。なんで泣いとんの、毎回。なんでこんなとこおんの。ちょっと待って、話させろ。セーブ役のキノピオがこんなとこにいたよ。井戸の底に恐ろしいものが。井戸？そんなんあったっけ。え、で、なんやねん、問題解決しないとセーブ役にならないってことね。もう、どこやねん、井戸は。あったか、そんな。あーでな、あー、またお化けだ、もう出てくんじゃねえ。あ、これかな、井戸っていうのは。ちょ、居すぎじゃない？そんな出てこられても困るんですけどね。どいて。これ、井戸はなんやねん。入れへんのか。あ、こっちから行けるね。とりあえず、このお化けはスルーして入ります。恐ろしいものがいる井戸にね。だいぶダメージも受けちゃってる。まず回復したいわ。地下の井戸、わーお。うわぁ、なんかすごいとこ来ちゃったよ、これ。どういう状況？お！マリオ！思いっきり喋ってるし、宴会喋って。お前は喋れよ。なんで何も言わへんの？どういうこと？あ、なんかいるね、これ。こっちからじゃいけないってことか。ここから出られないんだね。
秘密の祭壇、なんかすごいお宝眠ってそうな感じしてますけども、ここにマリオがいる、なんか絵の中に閉じ込められていて、テレサもいる。ちょっと通常のやつとは違うね、このテレサは。でも今どうしようもないから、もう出るしかないよね。で、こいつを捕まえる。あーで、OKOKOK。あーで、鍵もゲットした。よし、これで先に進めるんじゃないかな。とにかくちょっとストーリーに進展あったのは嬉しいね。ずっとマリオを見ることができなかったので。で、この鍵はあそこで使う鍵ね。で、これでキノピオのとこでセーブもできるようになるんじゃないか。恐ろしいものがいたっちゅうのはこいつのこと？全然普通のお化けですけどね。特別変わった感じはしないけど。そんなの今更ビビっとったん、こいつ。これこれこれ。ちょっと開けるとき注意よ。ダメージ受けるから。どうやって開ければいいの？正面から開けたらダメージ受けるんだよな。横から？あ、ってことだね。まだ泣いてるやん。見てしまったのですね、マリオさんのあの姿。ああ、お前も見たんだ。それで泣いていたってことね。私もあれを見たときは、恐ろしさのあまり思わず、屋敷中を逃げ回ってしまいました。すげえな。そんな環境の中によく逃げ回れるよ。ところで逃げる途中見かけたのですが、マリオさんは屋敷中に落とし物をされたようなのです。落とし物、帽子、手袋、ドタ靴、手紙、スター、全部落としてんじゃねえか。なら今裸やろ。全部で5つ見かけました。ああ、どこにあったか思い出せれば、私めが集めておくものを、せめて落とし物だけでも拾っておいてあげたいので、せめてってなんだよ。まず死んでもね、今から助けるんだよ、希望を持ってよ。僕に任しとけ、さようなら。これも流れ的に僕に任しとけだね。そのためここに来たんだから。いや、お前もついてこいよ。お前のためにじゃねえからな。何喜んでんの、気色悪いわ。ルンルンとか言うんじゃねえ。ああ、どうやらこっからの目的はそのマリオの落とし物を見つけること。で、確かなんか落とし物を占ってくれるやつっていうのがエリア2にいたよね。ミエールだっけ。そんなやつがいたと思うので、それを利用することになるんじゃないかな。まあ、とにかく手に入れた鍵はここで使って次のエリア入ろう。ここはトレーニングルーム1階ですね。なんかいるね、そこ。なんか持ち上げてるね。うわあ、筋肉質なお化けなこと。これは何なんだ？とりあえずサーチして調べてみよう。弾けそうな無敵の筋肉。歯向かうやつはみんなサンドバッグだぜ。なんか恐ろしいこと言ってるんですけど。これはどうしたらいいんだ？持ち上げてる瞬間にとか？違うか？それとも、あ、これサンドバッグか！そういうことじゃない？ただ今のでダメージ受けたぜ。捕まえれないのか。なんか暴れてるんですけど、危険危険。だからどっちにしろこのサンドバッグをまた利用して吹き飛ばせばいいんじゃないか。こういうこと。でも捕まえるチャンスが全然出てこないんだよな。すごい暴れてる。ぐるぐるパンチ。かっこ悪いな、その攻撃方法。でも、受けたらダメージ食らいそうだね。筋肉質なんで。オーマイガーオーマイガー。あー、今チャンスかな。こけた。あい、こういうことね。3回サンドバッグでダメージ与えればチャンスが生まれてくると。なるほどなるほど。ならばこのまま行きたいよね。おお、ハート落とした。ちょっとこれを回収したいぞ。だいぶダメージ受けてるからな。まずはハート回収。この辺落ちてるだろ。これで、あ、よしよし。でも48回で、またサンドバッグでダメージ与えなあかんの。めんどくせえな。さっき与えたろ。あ、また落ちてる。オッケーオッケー。2度目はもう1回与えればいいということだね。またキノコ、あー、取っちゃったキノコ。オーマイガー。はよ来いよ。またやってんのか。声が可愛らしいね。だいぶ高くなってるわ。で、このちっちゃいまんまだとサンドバッグ殴れないからね。はい、大きくなって、ほんでまた捕まえる。お前にそんな手間かけたくねえんだよ。はい、捕まれ。オーケー、捕まえたぞ。このお化けは何ちゅう名前のお化けだ？ボディービルダー、マッディ、26歳。ほんと、謎の年齢が出るんだよね。筋肉と百合の花をこよなく愛する、気の優しい力持ち。好きな花言葉は純潔だって。そんな小ネタいらへんわ。で、ここは廊下。あー、はいはいはい、ここ。これあれだ。あ、ここ鍵使えないのかな。でもこれショートカットになるね。あっち側から行けなかったんですけど、まあ、こっちからも行けへんわ。鍵手に入れないことにはちょっと今んとこどうしようもない。とにかく上上がりましょう、2階。
燃えてる。これは水のエレメントを使えばどうにかなるが、今ちょっと水のエレメント持ってないのでね。この廊下はどこだ。来たことない廊下だよね。ですね、一回も来たことない。これは何部屋？階層の部屋。なんちゅう部屋やねん。なんかお化けの音が聞こえるんで、いろいろといるんでしょうね。あ、ハート。とにかく体力をまずは回復したい。全開したい。ずっと傷ついた体で旅してるんで。え？はい、え、ちょ、what？ 全く同じだよね。今こっちの扉入ったらまた同じような入り口から入った。え、これ出られないの？もしかして。あ、出るは出られるんだけど、あそこからの扉は、またこの入り口につながってるという奇妙な部屋だね、作り。これは謎解きじゃないか？何かしないとダメなんでしょうね。その何かは何をすればいいのか。あ、炎じゃないかな？これ、ろうそくあるから。でもこれ、炎のエレメントだからここで使えばいいんだよ。全部灯さないとね。オッケーオッケー。火炎放射。イエス！全部灯ったでしょ？あ、上にもある。ん？いや、なんか進展ありましたね。わお！なんか出てくるやん、もう。うわ、兵庫まで来やがった。ちょっと勘弁してよ。なんで上向いてんの、ルイージ。あー、危ない危ない危ない。ちょっと待って、体力そんな多ないねん。いっぱい来られたら困るよ。ゲームオーバーになっちゃう。で、この兵法はまずは仮面を吸い取って、で、はい、こういうことね。一回やってるんで、で、終わりなわけねえわな。まだまだ来るな。ほらー。オーケー、全部捕まえた。ちょっと長かったけどね。で、これでこっちの部屋入るとまた入り口戻されるみたいな展開ではないよね。次はまた別のとこに。幻想の部屋多いよ。なんかこの繰り返しか？あ、でもここで行き止まりなので、何したらいいんだ？幻想だって、望遠鏡を覗くとか？幻想的やね、確かに。いや、なんやねん。トゥルルルルンじゃなくて、あれ、なんか望遠鏡消えた。え、なにこの展開、どういうこっちゃね。なんか部屋の構造が変わって、何すんのこれ。なんか星みたいなの落ちてきてるけど、これを吸い込めてこう。はい、吸い込んで、え、どうすんの。離して、どっか行った。なんやろ。全く意味が分かんないけど、何するが正解。俺の知能じゃ何したらいいのかまず理解できない。この状況を理解できない。ただただ困ってる俺がいる。まあ、とにかくまずはなんかこのスター的なものを掴むんだ。で、このスター的なものをどこに撃てばいい。あの星の方かな。あ、月に向かって撃て。いや、でもへこち飛んでいく。操作が難しいわ。あ、これでいいかな。おーしおし、当たった。爆発した。ちょっとそれやりたくてやったわけじゃない。で、なんかレインボーローズ的なものが出てきたぞ。で、スター、無敵状態になれるってこと。で、なんかマリオがなんか落とし物でスターした落としたって言ってたよね。その落とし物ってことか。全くこの状況を理解せぬまんま、なんか出てきてまだ驚いてるんですけど。これは何のスターなの？マリオの落とし物？あ、やっぱりね、マリオが落としたスターを手に入れた。こんな星よりもちょっとね、回復アイテムが欲しいんですけどね。やべえわ、体力ずっと。どっかで回復できないかな。まあ、とりあえずこの部屋はクリアしたので一旦出て、誰かハートよこしてくださいませんこと？こんなんいらないから。なんかいろいろといるね、今。お化けいたね。危険なもの持ってたお化けいたね。とりあえずお前らスルーして、ここ入れる？あれ？トイレ？え、待て待て待て。このトイレってかつてキノピオがいたとこちゃうの？またそれとは別？あ、で、水のエレメントゲットした。あー、で、お化けいる。ののの、離れないと。おまいか、あっぶね。ちょっと一階と同じような感じの作りなんだよね。で、これバスルームでしょ？なんかいるんすけど、何この、エロエロな展開。
これちょっと気になるね。網どけてみよう。カーテンをどけると、なんかいる。あー、思い描いてた人と違う。何このブクブクな人。おんね、なんかダメージ与えてきたんですけど。なんやねん、おばさん。なんでこんな攻撃的なの？覗いたから？私のホットな体冷ましてくれるの？ホットじゃねえだろ、全然。あ、これだから水のエレメントを使うってことじゃない？え？ホットな体を冷ましてくれるのって言ってんだから、これでいいんじゃないの？違うかい？意味ないね。このおばさん危険だからちょっと離れるわ。今なんかどうしようもなさそうですけどね。で、水のエレメント手に入れたからね、まずこっち優先していきましょう。あのおばさん一旦スルーして、ここね。よし、これで入れるようになったので。うわー、なんかまたなんかティールームいろいろといそうだね。いるでしょう。あー、いる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 、お化けがいる。あー、こっちにもいる。ちょっと待って、こいつあかん。こいつに捕まったら一瞬で行くわ。早く捕まえないと。まず一匹目、まだいるんだよな。あー、ハトある、ハト。もうとにかくハートいっぱい出してちょうだい。全然回復できてないけどね。で、なんか皿も飛んできてんだけど。飛ばしてくんだ。あー、オッケー。これで問題解決かな。で、宝箱出現。で、なんかこれ氷のエレメント的なものあるんじゃないの、これ。凍ってる。え？マリオ。いや、マリオじゃなくて、そんな氷に語りかけんな。あれ、なんか取れるのかなと思ったんだけど。あ、これマジ宝箱やね。なるほど、なるほど。わかった。ん？この宝箱どうやって取るんだ？ちょっと待って、開けられないんですけど。テーブルの上に乗らないと取れないんじゃない？そこくらい登れよ。段差登る登らないはお前のさじ加減やろ。プレイヤー関係ない。ええ急に、え、何これ、反転した。どういうこと。あ、でもこ、あー、わかったわかった、なるほどね。これでこうやっていくということや。いや、普通に取らしてくれたらええやん、登ってね。手間かかんな。で、中に入ってるのは氷のエレメントメダルでしょうね。で、これを手に入れることによって横から氷のエレメントがゲットできるようになって、で、この氷のエレメントというのはあのおばさんのとこで役に立つんじゃない？ホットなおばさんのとこでね。で、ババア手間かけさすなよ。こいつ今水ぶつけてきたからね、さっきね。これ気をつけないと。すぐ離れて。お、ほらほら、くるくるくる。ほら。ババア早く。お、落ち、拍手。あー、よかったよかった。あ、で、これで捕まえれるようになったってことだね。ホットな体が氷によって冷えたので。逃げるな、ババア、動くな、よく。画面の端の端まで行ってるじゃないか、このババア。早く捕まれや。抵抗しても無駄やぞ、このババア。あとちょっと、あー、ハートも落ちてるから、先それで取って。よしよしよし。あー、ちっちゃくなった。オーマイガー。戻るの待たないと。ババア、抵抗しすぎだよ。で、またなんかやってる。何塗りたくってんだよ、気色悪い。はい、大きくならないか。お、なったなったなった。はい、これでまたチャンス。よし、はい、ゲットだぜ。これでまたこの、なんか鍵かなんか入ってるんじゃない。あーですね、ここやね。さあ、中に何がいる。で、何部屋ここ。娯楽室だって。あー、なんかビリヤード台があって、なんかもういるんすけど。なんか追いかけてきてない？怖いわ。なんやねん、お前、ビリヤードせいや。なんでルイージも追いかけてきとんねん。まずはサーチして、どういうお化けなのか調べていかないと。当ててやろうか。なんか怖いこと言ってるんですけど。あー、で、なんかビリヤードの弾が部屋散乱してる。これはどういうこっちゃ。あ、このビリヤードの弾を逆に当てればいいんじゃないか、このお化けに。そうとしか考えられなくない？え、あ、どうなの？今当たってたよね。あ、これ。あら、机の上のものは吸い取れないのか。だからこれまたお化けがやるので、散乱したやつを、はい、吸い取って、またお化けに当てる。難しいね。結構コントロール求められるよ。さっきからそんなんばっかやないか。あの月に当てるやつも難しかったんだけど。いや、当たらへん。なんやねん、こいつ。自由自在に動き回りすぎやわ。ちょっと止まって。当てたいから。よし、また当たった。あー、ルイージにも当たった。オーマイガー。ほんと体力さっきからずっと少ない状態なんでね。やめていただけませんかね。全開したい。一回戻ろうかな、ラボに。いや、もうなんで外すねん、この距離。下手くそやな。
いや、ちょっと待って、なんでこの距離外れんの？惨めになるくらい下手くそなんですけど。当てさして頼むから。え、なんで当たらへんねん。当たった。あ、これチャンスじゃない？オーケー。外しまくりでしたけどね。めんどくさい。一回だけでいいだろう、お前。三回、二回当てる必要があるからね、どのお化け。手間がかかる。あー、これまた当てないとダメなんじゃないの？またそっからやり直し？はいよ、やれ、そのビリヤードの球動かせやん。お前が動かさないと物語進展ないね。別にこっち捕まえる必要もなさそうなんだけどね。まあ、ついでに捕まえとくわ。で、真横から当てよう。近くから、近くから。はい、ゴー。あ、まあ、次からこれまた1回ですね。はい。最初だけ3回必要やね。最初から1回でええやろか。これでもう捕まえたいよな。また手間かかるから。ああ、もうダメだ。はい。これでラストや。ほんまに。手間だけかかる。よーし、捕まえた。かなり苦戦したけどね。ちょっと全開させてくれるアイテムとかないの？いや、もう金いらへんねん。金には困ってない。このダイヤもいらへん。このダイヤ、お前、ハートン変えたりできねえのか。体力ヘルプミー、助けて誰か。癒して。こんなマンションに癒しなんてないのは知ってるけどさ。いや、たまにはルイージを助けてくれるものとかいてもいいと思うんですけどね。映写室は、ここもここでなんかいろいろとややこしそうやな。マリオー。あ、よかった、ハートや。ハートの回復量も少ないんだよね。10しか回復しないから。なんだ？動き始めたね。え、なんか、映画が始まるんじゃないの？なに？なんか影映ってる。これだから、これを影を利用して捕まえろってことね。何そのシステム。あー、ハート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 。ちょダブルで取っておかないと。よーし、これでだいぶ体力にゆとりが出たぞ。で、またこれね。これで終わり。映写室イベント長かった。で、難しかった。で、この宝箱は？マリオ。何？手袋を、マリオのやつでしょ？落とし物二つ目ゲット。で、まだあと三つあるんですけどね。ほんで、だいぶ落とし物集めてきたし、これやっぱ一回占い師のとこ行った方がいいんじゃないかな。いや、持ってますよ。ちょっとそれを貸してみろ。命令口調だね。マリオの手袋ではないか。手汗で湿っておる。それはええやろ。焦っとったんやろ。褒めてくださいました。ありがとうございます。あんたもいい人だね。もうマリアまだ死んではおらんの。死んではおらぬが生きているとも言い難い。どっちやねん。全然占ってねえし。どこぞに閉じ込められてでもいるのじゃろうか。いや、それは知ってるよ。全然当てにならないけどね。でも今落とし物一つだからね。もう一つあるよね。だからこれも引き続きやってもらって、次はスターね。これを見せることによって、占ってもらうことによって、またなんか進展があるんじゃないですか？何なの？この急に霊感が湧いてって。そんな急に湧くものじゃないでしょ。嘘ついてない？あんた。占い師でも何でもないんじゃないの？声だけは大きいんだけどね。いや、これさっき言ってたよ。閉じ込められておる。どこじゃ？一体どこなのじゃ？マリオ、どこに閉じ込められておる？絵か、どうやら絵の中に閉じ込められておるようじゃ。水晶の中に何やら怪しい祭壇が見える。うん、それ知ってるよ、全部。
ルイラ・マリア、そこにかかった絵の中にいるようじゃ。知ってるよ、全部。集中力が、力が足りん。うそー。マリアのことを知らせたくば、落とし物をもっと持ってくるのじゃ。いや、二つでわかるやろ。お前が有能ならばね。だから無能だからあかんね。わーお、知ってる情報をただただ改めて教えられるだけっていうね。だからこれもうちょっと落とし物が必要。あと三つありますから、それを探せってことね。次はこの下だね。こっちはまだ行ってないので。行ってみよう。ん？何これ？扉？いや違うな。なんかいるね。何この赤いの。え、な、ば、あ、わ、わ。え、あ、何これ？爆発したんですけど。え、なんで爆発したのこれ。超危険ってこと。あー、爆発した！ No！ 吸い込んでもあかんってこと？そのまま放置しとっても爆発するし、吸い込んでもあかん。じゃあ、もうノータッチで行くのが正解ってことね。スルーしろってこと。そう簡単にスルーできないでしょ。うわ、無駄なダメージ受けた。で、これまた上に上がるんだ。3回。3階か？で、ああ、3階ですね。なんかいるし、こっちか？はい、フェイク。お前がもう体力少ない中、無駄なダメージ受けまくってるじゃないっすか。笑われてる。いっそのこと一回ゲームオーバーになって全部やり直そうかな。体力マックスでね。で、行き止まり、what？ ここまでに来る道中に鍵なんてなかったろ。入れる部屋もないしね。待てよ、待てよ、待てよ。どっかなんか逃してきてるんだな。あかんもん、これ死ぬわ。あ、ここよく見たら扉あるわ。これは入ってないでしょう。祖父母の部屋。うわぁ、嫌な予感しかしない。なんかいるじゃん。あ、でかいね、おばあちゃん。いや、体がというか頭が。半分頭じゃないっすか。とりあえず、とりあえず、おばあちゃん、ちょっと見させてもらいます。あら、いい男、ちょっと遊んであげようかしら。ルイージがいい男とか、趣味ありな、このおばちゃんね。なんだよ、遊ぶって。これだからなんか、普通にはもちろん吸い取れないよね。何かしないとダメだ。このボールでしょ、おそらく。毛玉かな？これ、え、なんか動き出して。え、何してね。え、なんか、いつごと動き始めてるんだけど。え、何してんの、おばちゃん。何したらええの？とりあえず、毛玉をまずは吸い取りたい。で、これをぶつけるんじゃないか。さっきのビリヤードと同じでしょ、これ。あ、違うんか。なんか笑ってる。外したから笑われたってこと？おばあちゃん消えたし。どこ行ったんだよ。これもう一回出るしかないよね。どこ行ったん、ばば。で、入るとまたいんのかな？いや、消えた！なんでばばおら、あ、おるわ、おるわ、やっぱりね。じゃ、さっきのはミスってたってことだ。毛玉をぶつけるのかな？外した瞬間アウト判定。あ、お前か、また。え、蹴るなよ。態度悪いババアだな。なんやねん、これ。毛玉すぐ落ちるんだけど。判定がわからん。いや、なんやねん。意味わかんねん。なんやねん。ほんまに。何する目的かもわからん。あ、当たった。今でもひるんだね。ってことはやっぱりこの毛玉を全部的確にババアにぶつけるってこと？で、何に当たってんのかなと思ったらババアが攻撃してきてる。なんか飛ばしてきてるね。全部当たっとるけど。よし、ゲット。これを、ババアにぶつける。オーケー、こういうことね。はぁ、クソ手間かかるババアやね。何やねん、毛玉三つぶつけるって。なんの得あんねん。こっちもないし、お前にもないやろ。うわ、これまた最初っから。え、ババアどこ行った？もう毛玉ないで。あ、また出てきた。ああ、これね。あ、もう毛玉ぶつける必要ないんだ。あの手間な時間はもうないということだね。じゃあ、ババアをそのまんま捕まえて。なんで暴れんねん、このババア。元気やな。まあ、老人が元気なのはいい。平和な証だよ。お化けが元気なのは知らんけどね。あはは、言うとだ。楽しんどるから。ババアとのこの時間何なんだ。俺目線からしたらようわからん。楽しむな、ババア。着てあげんじゃねえ。あと6。もう終わりや、ババア。早く出てこい。あはー言うとるまた。はい、終了ね。オーケー、吸い込んだことによっておそらくこれは鍵でしょうね。どこかで使える。うん、鍵だ。この鍵はどこで使うんだろうな。3階か？え、どこだこれ？ 2階？ 2 階だよな。2階は2階でも。
廊下？どこの廊下これ？あ、これあれじゃないっすか。あの、違う、別方向だね。こっから行けないやつ。祖父母の、ね、幼児部屋とかあった最初エリア1でプレイしたとこの廊下ですね。はははなんでそんなへこちの部屋のお前鍵ゲットすることになるんやろか。まあ、でもこれでそこに行けるようになったってことですからね。行けば何かしらの進展があるでしょう。久々にここ来たね。どこだ？ここかな？あ、ぽいですね。で、この部屋は子供部屋。なんかいいの？サーチ。いや、なんかボス的なやつはいないけど、普通のお化けはおるんでしょうね。ちょっとなんか動かしてみよう。あ、上上がれんの？上がってどうすんねん。こんなとこ突っ立って何がしたいね。まあでもなんか突っ立てるってことは何かしら。あ、ちょっと待って、意味深なポスター動いてたね今。これを吸い取ると、あら、特に何もない。え、何やったん？マリオ、お化けさん出てくるのは出てきて、手間かけさせないで。なんかあれチューブラリンになってるものがあるので、あれをバキューム使って動かすってこと。おバキューム使って、ほらこれ回ってる。すごい回ってる。横のやつも。あ、なんか出てきたね。え、金だけ出てきた。え、なになになに、それ目的じゃないのに。回るけれども。回るだけ。いや。わー、そういうことね。最大まで回さなきゃダメだったんだ。で、なんか怒ってない？あんた、そんなところで寂しく。何してんだ？冷たい言葉やね。俺たちと一緒にかくれんぼして遊ぼうぜ。笑ってる。一緒に遊ぼう。さようならって言うとなんか呪い殺されそうなんで、はい、ここは遊びましょう。イエーイ元気やな。じゃあ隠れるぜ。部屋の外で待ってるよ。え、なに、ルイージが鬼ってこと？嘘、俺隠れる側やりたかったんですけどね。もういいよ。懐かしいな、この感覚。で、どうやらこれお化けを見つけないとダメってことじゃないか。例えばこれもう怪しいポスターの裏いるでしょ、確実に。あ、おらへんのか。あ、なんか怪しい、これなんかあるじゃん、これでしょ。あ、出てきた。はい、見つけた。あんたやるね。いや、わかりやすいもん、ここにもあるからね。どうせここでしょ。いや、スカか、そっちから出てきた。ハズレだぜ、ビロビロバー。で、ちょっと待って、これもしかして連続で当たりを引かないと何度だってやり直しってこと？え、嘘でしょ。ほんで箱4つあったんですけど。え、なんやねん、なんやねん。ですよね、多分これ。さっきはこれに当たりが入っていた。うん、やっぱ子供やね。同じ場所に隠れてるわ。ならば、さっきと同じ、ここでしょ？ほら。はい、見つけた。え、なに？いやー、こっから本番の始まりってことね。なんか乗ってるんすけど。何してんの、この人たち。車に乗ってる。あー、落ちた、落ちた。落ちたとこチャンスってことね。なるほど、なるほど。片方は飛行機乗って暴れてますけど。もう片方も別の意味で暴れてる。うわ、爆弾落としてんじゃねえか。危険やな、こいつ。とりあえず車に乗ってるやつ優先的に行こう。あ、しまった。あー、車、こいつこいつこいつ、ちょっとの、もうあんま当たってられないんだから来るなよ。よし、爆弾に気をつけてね。これ当たると相当ダメージ受けるから。ノーノーじゃねえ、ノーいけるこっちだよお前。あー、一気に来た、一気に来た。よし、吸い取った。で、次もう一匹ラスト。まあ一匹になると簡単やわ。え、なんでハート取れへんの？あ、取れた、オッケー。爆弾落とすな。あ、落ちた落ちた。しゃあ、これも一気に行くぞ。こいつ危険やわ。もう片方は可愛げあるんだけどね。普通に車乗っとるだけやから子供やなーって感じするんですけど、こいつ爆弾落としながら進むから子供の可愛さじゃねえ。いや、可愛くねえ、そもそもお前。じゃあ、あとちょっと、これで終わるかな。キノコ取るなよ。あーと、あとちょっとだったのね。そこからもう逃げるなよ。無駄な抵抗だよ。一瞬で捕まえてやる。お遊びは終わりだ、お前。いつまでも付き合わへんぞ。
よっしゃー、吸い込んだー。これでこの子供部屋はクリアや。で、これは、え、なにこれ、あ、マリオの靴ね。オーケー。マリオの心の声が聞こえてくる。ぬ、キング、キングテレサじゃと？一体何のことじゃ。何を言いたいのかよくわからんが、キングテレサに気をつけろ。マリオは主にそう伝えたがっておる。王冠をかぶったテレサの王。テレサというテレサを従いし、あのキングテレサのことじゃな。めっちゃ知っとるやん、オタク。そうか、あやつがマリオ。これ以上はダメじゃ、わからん。いや、そこからが重要やねん。そのキングテレサのことをどうやってたどり着けるのか。もう聞きたい情報全然聞けない。腹立つな、お前。これだからあと2つですよね。なんだっけ、帽子と、何になるんだろうな。あ、手紙ですね。はい、この2つを手に入れないとダメってこと。さあ、次は何がわかるんだ。おー、聞こえるぞ、マリオの心の叫びが。何？テレサの力？テレサの不思議な力について何か言いたいのじゃ？ふむふむ、テレサには不思議な力がある。テレサの数が多いほどそれは強い力となるらしい。これも博士から聞いてるけどね。だが、オバキュームなるものを恐れておる。うぐ、力が、あと一つでも落とし物があれば、何かつかめる気がするのじゃが、力が、帽子を見つけてこいってことで。さあ、頼むぞ。時間かかって5つ手に入れたんだからよ。次、もう答え教えろよ。マリオはどういう原因でどうこうなってそうなったか。で、どうやったら助けられるのか。これだけ見つけたんだからね。なんとかお前全部俺が事前に知ってる情報ばっか教えてくれるけど。また叫ぶんでしょ、急に。声量だけはあるんだけどね。占い師としての実力はないんだよ。アーティストになればよかったのね、お前。マリオの見ている光景が見える。おっと、なんだそれ。これは、クッパー？え？このゲームもしかしてあいつの仕業によって今こういうことになってるってことなの？これは一体どういうことじゃ？クッパの姿が見える。初めてですよ、クッパという単語がこのゲームに出てきたのもね。この屋敷のどこかにクッパが存在するとでも言うのか。信じられん。信じられんことじゃが確かに見える。クッパはマリオに倒されたはず。まさかキングテレサがクッパを復活させたとでも言うのか。だとしたらとんでもないことになる。復活も何も普通に生きてますけどね。一緒にレースとかテニスとかサッカーとかやっとるやん。オリンピックもやっとったね。別にそんなびっくりしないけどね、一緒にいることについて。また肝心なところで力が抜けていく。どうやらわらわらの占いはここまでのようじゃ。今の力を、今ので力を使い切った。だが、占い師として、これ以上の幸福はない。これで満足して絵に戻ることができる。何戻ろうとしてんの？何笑ってんの？恐怖方法じゃねえよ。すごい独特な笑い方。礼を言うぞ、ルイジ殿。ああ、これ捕まえないとダメってことか、ルイジが。いや、なんか、逃げてるやん、普通に。めっちゃ嫌がっとるやん。自分の意思で戻るんちゃうんか。ルイジによって強引に戻されそうになってますよ。これまでのお化け同様ね。言ってることやってること全然違うけど。いや、俺としてはまだまだ協力してもらいたいんですけどね。どうやらストーリー上はここまでということで。ここで捕まえましょう。すごい嫌がってる人ね。今までのお化け以上にこれ絵に戻るの嫌がってないか。すごいオーバーですよ。はい、捕まれや。体力的なものも100あるのもおかしな話やろ。オーケー。まあ、そんな言うほど助けにならなかった人ですけどね。これを捕まえたことによってこの部屋クリア。で、宝箱の中身は鍵。この鍵はどこだ。ああ、はいはいはい、あそこね。3階行き止まりだったとこで使えるので、あー、よかった。これで進展あるわ。さあ、初めての3階の扉開けていきましょう。あ、フェイクだった。はっはっは。
こっちじゃねえ。これさっきも引っかかってなかったか俺。こっちだよ。もう長いこと冒険してるんでね、どの扉開けたとかあんま覚えてないわ。3階、白星の部屋だってばよ。まあなんかありそうやね。あ、なんか怖い感じやね。なんか下なんか虎いるんすけど、白星で川でね。これはどうすればいいんだ。この部屋からこっち行けるかな。あ、行けるね。特にこの部屋でやるべきことはなかった。え、それでいいのか。なんかやらないとダメだろこの場合。スルーしちゃダメなような気がする。え、何これ、鹿が動いてる。これ3つ動かすとなんかありそうな感じする。同時で点滅させるとね、難しいね。違うか。三つ同時になんか動かせばありそうな感じするんですけど、三つ同時に器用に動かせられないもんだね。お、あ、動いた。やっぱりね。なんか来たよ。なんやねこいつ。ちょっと待ってよ。こいつはなんかエレメント使って倒す感じのやつやろうね。普通のやつじゃねえな。なんだろう。あ、氷やな。こいつ水や。なんか水が滴れてるというかね。で、水は氷で凍らすことができるので、そういうことでしょうね。だから今のエレメントじゃあいつを倒すことはできないということ。はい。で、これで、ここですよね。オーケー、終わりだ。さすがにね、これだけ捕まえたんだから、てっきりなんかこの虎みたいなの出てくるのかなと思ったら、最後まで出てこなかったんじゃねえかよ。関係ねえのかい。で、宝箱の中には鍵が入っていて、この鍵は先で使えるんでしょうね。行きましょう。あー、なにこれ。なんか明らかにボス戦的な雰囲気漂う場所に来てしまった。バルコニーで、なんかユニコーンみたいなのもいるんすけど。テレサの反応もめっちゃ強いね、これ。あ、ハートだ。あ、ユニコーンが動き出すみたいな展開はないようだね。とりあえず、ハート、ハート動きすぎ。オッケー。なんなのこれ、めちゃくちゃ反応。いるね。なに、輪になって踊ってる、もしかして。輪になって踊ろうやん。ララ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 ラやん。どうしたらいいねんこれ。吸い込むの。いや吸い込めないね。何してんねん。調べるんか。問題なしかな。いやありやろありでしかないやろこれ、ま、テレサは一旦スルーして、いやもう意味深なボスの前からねこれ。何すりゃいいねん。このユニコーンも調べとこう。ユニコーン像だ。角がかっこいいな。そこ？角よりも羽とかさ、その見た目全体のフォルムとか、そこじゃないの？角限定的な人初めて見るね。ルイージちょっと変わってるよね、視点が。扉があるが、こちらは行き止まり。これだからあれ特殊な鍵が必要だよね。だからボスを倒した時に手に入る鍵がね。だからその鍵はおそらくここで出てくるであろう、そのボスを倒してとかじゃないの？こっちのユニコーンも調べておこうかな。さっきと同じ感想かな。角がかっこいいか。うん、そうだよね。変わった視点から物を見るのがルイージですから。やっぱこのテレサですよね。ただテレサに関しては、あ、触れたら進展があったね。ルイージがこんなところまで来たぞ。え、何すんの？元の姿は戻るんだ。すごい顔してるね。なんか企んでるな。回り込まれた。わーっ？なんでそこでうずくまるんだよ、ルイージも抵抗しろよ。これはなんだ？うわー！ジャンボテレサ？うわ、でかい。思った2倍でかかった。こんなでかいの？これはどうすればいいね。危ない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 。めっちゃ弾んでるし、ボールかお前は。こんなん当たるっしょ。あ、普通に吸い取れるは吸い取れるんだ。でもこのサイズだから入りきらないってことよね。どうするんだろう。これなんかユニコーンを使うんじゃないか。これね、ユニコーンを使うか、それとも放出してなんかどっかぶつけるか。あかんわ、先に体力が尽きる。何をしたらいいんだ。吸い込むにも吸い込めないし。おお、何をしたらいいのかわからん。これ、あ、バラバラになった。
こうバラバラになってるうちに一匹一匹吸い込むってこと？いや違う、いや逆に迷惑だよ、バラバラになることによって。みんな笑ってる、みんななんかルイージのことバカにしてる。これ待てよ、やっぱり氷のエレメントを使うんじゃないか。あ、なんで取れへんの。あ、取れた取れた、オッケー。氷のエレメントを使ってテレサを固めるってことか、としか考えようないよ。気がついたのがちょっと遅すぎたから。いや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 、意味ないぞ意味ないぞ全く意味ないぞ。どうしたらええねん。これをなんかどっかぶつけたりとかするんじゃないの。バラバラになった、ユニコーンに触れるとバラバラになるんだよね。それはわかるけど、その後の展開だよ。あ、落ちた落ちた落ちた。これ、あー、なるほどね、なるほどね。ユニコーンに触れさせて、そしてその後ちっちゃいテレサを氷のエレメントで固まらせると。そういうことね。これこうは分かったよ。ただ問題は体力。気づいたのがちょっと遅かった。これだと、先にルイージが行くんだよな。まずはあー、バラバラになったね。オッケーオッケーオッケー。これだからもうココを対処していく感じで。焦らずね。これこれこれ、当たれ当たれ当たれ。なんで当たらへんねん。よし、数も多いからね、全部で20匹くらいいるんじゃない。あー、またダメや。でもあとちょっとやね。あー、ちっちゃくなってるちっちゃくなってる。だいぶちっちゃくなると、もちろん攻撃範囲も狭まるので、やりやすくはなるよね、こちらとしても。よし、角のとこだね、ユニコーンでも。あ、だから、ルイージが言ってたあの、角っていうのはヒントだったんだね。変わった視点で物見てんなって思ったけど。ヒントだったってことか。今気がついたわ。え、なんで当たらへんの？ちょっと待て。謎に当たらへん。これはあまり時間かけたら大変だからな。よしよしよし。何体おんの？危険危険危険。あ、よしよしよし、ダブルで凍らして、おっしゃ。もうあと2匹ちゃうか。この2匹でできることなんて何もないでしょ。え、こいそんな端の端行かないで。操作が難しいわ、エレメント当てるね。2匹だから相当ちっちゃい、通常のテレサじゃないですか。合体する意味ないわ。バラバラで来られた方が怖いというね。ちょっとこっち来て。あ、もう基本このテレサの状態の時は、ここで待機よね。あ、あとはこの、うわ、よく動くな。どこ行くね、画面の端行くのは勘弁して。オッケーオッケーオッケー。さあ、あと一匹。あー、ののもう一匹だよ。これも大きくなる心配ないから氷のエレメント当てるだけ。一匹の方が逆にやりづらいのよ。もう相手待とう。相手から来てくれるの。な、当たってそうな感じするんすけどね。なんで当たり判定ちゃうの？すごいシビア。テレサの当たり判定。うっとうしい。もうなんやねこいつ。逃げたら後ろついてくるくせにエレメントやってるときは全然ついてこない。あ、よし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 。オッケー、これで終わったー。すーごい手間がかかるボス。いや、そんなボスばっかや、このゲーム。手間しかかからんけど。早い段階でこれを気づいてよかったね。ルイージもぜー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 言うとるで、そらそうでしょ。エリア1から3までぶっ通しなんだからね。帰りてえ、あの兄放って帰ろうぜ、別に。無理して助ける必要ねえよ。お前が主役になれるんだからね、今後のシリーズ。助けない方がルイージにとっても得ないような気がするんですけど、まあ、そこは兄弟の絆でしょうね。で、鍵ゲット。これはすぐそこで使える鍵だね。またエリアの別のエリアにつながってるやつじゃないですか。うん、そういうこっちゃ。いやー、非常に長かったわ。プレイする時間がだん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 長くなっていっている、エリアが進むごとにね。聞こえるよ。またね、命令口調の帰ってこい。ディナーをいただく。そんな趣味ないんでね。何、メインディッシュは我が家に伝わる伝統料理、ゼンマイの歯車風オイルベトベト。アイジャー。適当だし、なんだよお前。
食いたかねえそんな飯。今以上に体力なくなりそうな感じするけどね。まあでも一通り終了したのは事実や。これ結構お化け吸い込んだよ、始まりのあのデブからね。何体、今回8体くらい捕まえたんじゃないかな。はい、今回捕まえたお化けを改めて振り返っていくと、このミエールで、マッティ、筋肉のやつだね。で、バーバラ、ミス・ブーニャ、ボール・ロング、で、ウォント・テッド、で、ジャンボ・テレサで、これエリア2で捕まえ損ねてたデブですね、ターハンですね。計8匹ですかのお化けを捕まえると、もう相当時間かかりました、手間もかかりました、苦労もしました。でもなんとかクリアできたのでね。で、ここまで捕まえてきた合計のお化け数は16匹、ボス的なお化けを捕まえてきてるとのことだ。遊んだ時間ほら1時間超えてるんだから、もう非常に長かった。倒したお化けは93、手に入れたゴールドはめちゃくちゃある。この金使わせろよ、やってる最中に体力回復したりとかね、全然使わせてくれない、手に入れてるだけだよ。このお金はどこに流れていってるんだ、博士の懐に入ってるってことかな。だとしたら最悪やね、お化け以上に凶悪な存在や博士はね。これでエリア3の物語は終了ということになります。